5000円のグラフについて説明します。よろしいでしょうか。あまり、まあ、簡単なことなんで、まあ、あと3000円できますか。できます。じゃあ、あとだけでいいですね。そしたらですね、y イコール sinx というグラフはどうなるかというと、sin というのは円ですね。その sin って0の時は0だけど、例えば角度が上がっていくと sin 縦だから、この縦がどんどん上に上がっていきます。だから sin のグラフは0の時は0やけど、どんどんこの高さが角度が上がりにつれて上がっていきます。で、90度になったら90度です。2分の π が90度ですね。1になります。で、今度はどんどん下がっていきます。で、180度でこう0になります。あ、だから π0 ですね。結構ですか。で、今度はマイナスに下がっていくから、270でマイナス1だから、まあこんな感じのグラフになっていく。2分の 3π でまた戻って2π でこうなりますね。で、これがずっと繰り返されますね。ぐる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 回転して、だからあと同じ形が続くんで、この0から 2π までのことを周期と言います。周期は 2π というふうに言います。よろしいですか。で、ここはマイナス1になります。まあ真空というんですが、まあ、そこはあまり関係なく、真空と言いますが、あまりそう気にしなくていいです。周期と言って真空だと。で、ここで重要なのは、これ普通こう書くから円をこう書きたくなるよね。わかる。ほら、このグラフでこういくから円をこう書きたくなります。これ NG です。必ずここは y イコール x の傾きになります。ここは y イコールマイナス x の傾きになります。 y イコール x と傾きが一緒です。これは y イコールマイナス x と同じ傾きになります。だからこれはほら円だから垂直だからこうなるでしょ。傾きゼロでしょ。なしだと。なしですね。だから少しこれをヒュッて伸ばして、こういくのをヒュッて伸ばして、傾きは y イコール x になるようにもしないといけません。よろしいですね。で、次ですね、y イコール cosx のグラフなんですけど、 cosx はどうなるかというと、実はですね、横になってるんですね。 cos というのは最初0でしょ、1でしょ、0だからね。で、どんどん小さくなっていきますね。横から90度になった、90度になったら0ですね。0ですね。だから90度で2分の π の時に90度で、まあ最初は1なんですね。ああ、そうです、そうです。1だったけど、2分の π で0になります。で、今度マイナス、ほら、こう、マイナス1に向かっていきますよね。で、こうなるから、まあちょうどこうなって、π のところで、マイナス1になります。これ分かりますか。で、あとはこれ同じ形を繰り返していくんですが、270で0で、まあちょっとすみません、こうなって π で1となります。戻ります。だから周期は同じ 2π です。そこで不思議なのは、これとこれの形似てますよね。似てますよね。で、これ似てるんです。同じです。で、なんでこうなるかというと、実はこの公式から来たんです。直角三角形があった時に、ここが θ だったら、ここは 90-θ ですね。ですよね。で、ここがもし a 分の b だ、a と b としたら、sinθ は a 分の b ですね。ですね。じゃあ、コサイン 90θ は A 分の B ですね。 A 分の B ですね。ということは、この A 分の B と A 分の B 一緒ですね。よろしいですか。ということで、これ見てください。これとこれが等しいということは、90度ずれてますね、サインとコサイン。ほら、A 分の B と A 分の B 一緒でしょ。そしたら、90θ と θ だから90度ずれてるでしょ。だから、90度ずれてる。だから90度ずれたら一緒になりますよ。
2分の π ね。ということで、これが来てます。よろしいですか。はい、じゃあメモってください。タンジェントですね。タンジェントのグラフはですね、y イコールタンジェントシータです。意味不明です。傾きです。まず、最初、0の傾きは0ですね。で傾き増えていくんですが、45度の時に4分の π の時 y イコール x で傾き1でしょ。ほら、1、1だ。だから、タンジェントのグラフは、4分の π で1になります。で、これどんどんこうなっていったら、89度とか激しい角度になるね。傾き。だから、キューッと上がってきます。あ、すみません。4分の π で失礼した。2分の π、あ、4分の π ありますね。2分の π は、これ、ずーっと上がってきます。そこでいきます。91度。かなり人生贅沢です。傾きマイナスでしょ、91度。そしたら91度マイナスです。それでどんどん傾きがこうなっていって緩くなってからなりますね。そしたら4分の 3π ではマイナス1になりますね。135度の時は y イコールマイナス1。そして2番がこれは π でちょうど0になりますね。で、問題はここですが、1度の時と181度は一緒になりません。1度の時の傾きと181度の直線の傾き、例えばこれ1度の時の傾きと181度の時の傾きは一緒でしょ。だからまた同じ形がこう繰り返してます。だけど2度の時計とかだからここが x やったらここは180か x でしょ。だからまた同じ繰り返しで、そこの形がピューってなって傾きが違う。2分の 3π で、例えば269度とかこんなになっちゃう。で、270度はね、傾きなんじゃない、90度と270度。そしたら今度またマイナス激しいよね、こっち。だからこれでまたこうなります。2倍ですね。よろしいですか。で、これで周期はこの黒の範囲だけでいいですね。同じことが作り出せるから。だから周期は、π となります。よろしいですね。これはタンジェントです。よろしいですか。はい、じゃあ、